こんにちは、聞かせ屋慶太郎です。日本全国を回って子どもたちに絵本を読んでいます。今日は皆さんにこの絵本の魅力をお伝えしたいと思います。お魚ちゃんのおいでおいで。このお話はお魚ちゃんが次々と友達を誘っていくんですが、繰り返されるおいでおいで、その言葉が面白いんですよね。上の娘が幼い頃、おいでおいでなんて僕のことを手招きしていましたが、あれは僕ら親がたくさん言ってきたからだと思います。おいでおむつ替えるよとか、おいでお風呂入るよとか毎日言ってるじゃないですか。だからすごく親しみのある言葉なんですよね。あ、ぐるりんぐです。おいでおいで、かくれんぼしよう。ぐるりんぐ。キョロロンたちも見ています。おいでおいで、かくれんぼしよう。キョロロン。まず、なんといってもこの色です。カラフルな海の生き物がすごく魅力的。それを引き立てているのが海の黒。コントラストがいいんですよね。この絵本は0歳が楽しめるものとしても人気なんですが、赤ちゃんの視力は弱いところから始まるというのを聞いたことがありますか？黒を基調としてはっきりカラフルに描かれているからこそ、赤ちゃんたちにしっかり見えているのかもしれませんね。トゲ、トゲ。あ、トゲッピとトゲッポです。おいでおいで、かくれんぼしよう。ヒュイヒュイ。ヒュイたちもついてきます。おいでおいで、かくれんぼしよう。ピン、ピピ、ピッピン。ピピンたちもいたよ。おいでおいで、かくれんぼしよう。お魚ちゃん、すいすーい。そうして集まった友達が1匹、2匹、3匹と数が増えていく面白さもあります。絵本で学ぼうということではないんですが、数を楽しむきっかけになったら嬉しいですよね。ちなみに最後のかくれんぼのページは日本語版だけのお楽しみなんですって。おいでおいでしたらね、みんな集まったよ。さあかくれんぼ、お魚ちゃん目をつぶって数えます。1、2、3、4、5。みんなもせーの、1、2、3、4、5。みんなすーいと隠れに行ったよ。見つけられるかな。おしまい。見つけた。いつも同じ絵本を読んでと持ってくるのですが、同じ絵本ばかりでいいんですか？という質問をよくいただきます。僕はそれでいいんだと思います。親としては飽きるほど何度も読んでと持ってきた絵本がその子にとっての懐かしい絵本になるんですって。懐かしいという気持ちをプレゼントできるのは今だけなんですよと聞いて、僕も親としてハッとしました。この絵本もきっと懐かしい絵本になると思います。絵本で親子が笑顔になることを願っています。聞かせ屋慶太郎でした。またね、バイバーイ。お魚ちゃんのおいでおいで。世界中の0歳から3歳のママパパに選ばれている絵本です。始まるよ。
お魚ちゃんの絵本が始まるよ、始まるよったら始まるよ。お魚ちゃんの絵本が始まるよ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもよっといで、はっはっは始まるよ。お魚ちゃんの絵本が始まるよ、始まるよ。